ここは疲れた大人がふっと一息つける場所スナックエンジェリックリンク今日はどんなお客様がいらっしゃるのでしょうかいらっしゃいませあ,あらもう遅いから来ないのかなって思ってたわ今日は アイペロスちゃんが来てるわよこんばんはお久しぶりですねよかったら私と一緒に飲みませんか遅くまでご苦労さまですえ私もだろって <laughs> じゃあお互い頑張りましたね今日は自分にご褒美をあげましょうそうそう アイちゃんも仕事が終わった後なの頑張った2人に私から美味しいお酒をご馳走しちゃうわはーいこれをどうぞおー美味しそうですね色もピンクで可愛いああなたのお酒は金色なんですねとっても綺麗ですアイちゃんは 甘いノンアルコールカクテル君のはちょっと度数の高いお酒よベルゼブブさんありがとうございます <laughs> 一緒に乾杯しませんかせーの それで明日も頑張れちゃいます何ですかえ、お酒を飲んでないのに顔が赤い <laughs> あなたの顔もほんのり赤くなってますよあら、本当ねちょっと思ったより度数が強かったのかしらあ、もしかしてお疲れですか この時間までお仕事をされてたんですからそれはそうですよねなんだか前に会った時よりヘロヘロって感じがしますそうねやっぱりちょっと元気がない感じねあでしたら私のマジックを見ていただけませんか簡単なものならできると思うんです <laughs> 楽しみ って言いたいところなんだけど店内でハトは飛ばさないでねどこかに行っちゃうとハトが帰ってこれないかもしれないからはいもちろんですカラフルでちっちゃくて癒されるものを出しますねよーく私の手を見ててくださいはい私の手の中には何もありませんだけど こうやって、両手をギュギュッと握れば。じゃじゃーん両手いっぱいの <laughs> すごい、カラフルでちっちゃくて癒される、お花 <laughs> でも、愛ちゃん、両手というよりそこは、袖ね。ああ、いや、し、失敗です。 両手いっぱいのお花ってなるはずだったんですけど袖から出ちゃいましたあそそんな生温かい目で見ないでくださいいや満面の笑みでお花を袖から出してる愛ちゃんが可愛いなと思ってるだけよね君もそう思うでしょ <laughs> ま待ってください 確かに袖から花が出てきちゃいましたけどもう一回見ててくださいね両手をギュギュッと握ればはいあら今度は両手から溢れるくらいお花が出てきたわね綺麗で可愛いいアイちゃんさすがね見た人も披露した人も元気になっちゃうマジック とっても素敵よイちゃんのマジックは人を明るい笑顔にしてくれるのよねそう言ってもらえるとすごく嬉しいです私のマジックは誰かに笑顔になってもらうことがモットーなのでちょっと失敗は多いかもしれないけど成功するまで絶対に諦めませんだって頑張って成功させると 喜んでくれるんですようん、うん、私もたまに失敗しちゃうときはあるわとってもへこむけどへこみきるとやってやるって気持ちが湧いてくるのよね、はあ、意あですベルゼブブさんって何でもできちゃう方だと思ってたのでねえあなたもそう思いませんでした <laughs> いつもはそんなことないのよ道端に落ちてるバナナの皮に滑って買った卵を割っちゃったり何もないところでつまずいて干したての洗濯物に桶の水をひっくり返しちゃったりベンチに座ったら色を塗りたてだったりするときがあるのよほんとたまにね。ああ 火加減を間違えてシチューを焦がしちゃったりでもここまで来るとちょっと笑えてきちゃわない二人ともそんなことないかしらた確かにそういう経験ありますでね笑っちゃうとなんだか頑張るぞって思えてくるのよねもうちょっとやってみようってだから何度失敗したって大丈夫よ なんだかんだでどうにかなっちゃうしどうしても元気がないときもこうやって私たちが君の話を聞いてあげるからもちろんです呼んでもらえればすぐに駆けつけますよ私たちは君がたくさん頑張ってるってことを知ってるもの頑張ってる子にはたくさんご褒美があって褒められるべきだと思うわだから 君は偉いのよ私もいつだってマジックを披露しますからねいいわねねえアイちゃんが良ければいつかここでマジックショーをしてほしいわえいいんですかもちろんよアイちゃんが前にショーに出たような大きな会場はないけれどお店の中に小さなステージがあるのそこでお店のお客さんに向けて マジックをしてほしいなって、はあ、あこんなに嬉しいことってあるんですねぜひやらせてください <laughs> ね聞きましたか私ここでマジックショーできるんですよみんなアイちゃんのマジックで笑顔にできると思うわだってここに笑顔になった人がいるもの ね、ななんだか照れちゃいますねよーしとっておきのマジックを準備してきますあなたももしよければ私がショーをするときに来てくださいねそのときもお疲れでしたらまた私が笑顔にしますから今度は失敗せずに両手からたくさんのお花を出してみせます きっと疲れなんて吹っ飛んじゃうわね君もさっきより楽になったみたいで安心したわお酒も進んでるしねあ本ほんとですね顔もほんのり赤いくらいですしよかったそうだ私からもあなたへ何かご馳走させてくださいお仕事お疲れ様 パート2ですお酒よりも何か他のものがいいですかねそれじゃあドライフルーツなんてどうかしら甘くて美味しいしそれに栄養満点よこのお酒に合わせるならイチジクなんていいかもしれないわねはいどうぞ どうですよかったですえったしも私も一口どうかって <laughs> せっかくあなたのために頼んだんですから気を使わずに食べちゃってくださいあうでも美味しそう <laughs> あいちゃんったらあーごめんなさい 本当にいいんですか <laughs> わーいじゃじゃあお言葉に甘えて一口だけいただいちゃいますありがとうございます愛ちゃんって子う、肘をついていつまでも見ていたい子よねいっぱいを食べって気持ちになるわうん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 、うん、うんん <laughs> おいしかったー程よく甘くてこれならお酒にも合いそうで最高ですねありがとう二人に喜んでもらえてとっても嬉しいわさてこれで明日のお仕事もマジックの練習もバッチリかしらはいそれはもうバッチリですねっそれならよかったわ さーて私は明日のマジックの練習のために今日はもう帰ろうと思いますベルゼブブさんおいしいカクテルとイチジクをありがとうございますあなたもあんまり深酒しちゃダメですよそのイチジクを食べたら帰ってお布団に入ってゆっくりしてくださいねはいはいお題はこれね アイちゃんも頑張りすぎて倒れちゃダメよ息抜きがしたくなったらいつでもいらっしゃいはいじゃあお先に失礼しますさてアイちゃんは深酒はやめなさいって言ってたけどどうするまだここで飲んでいく 私は君とお話できるの楽しいからいいけれどうん帰ってゆっくりするのも大事だわまた来てね私いつでもここで待ってるから <laughs> 私だけじゃなくてここに通うお客様もね